AS を狙えは山本鈴美港のスポーツ漫画。1973年から1975年および1978年から1980年まで週刊マーガレットに連載された。少年少女を中心にテニスブームを起こしたスポーツ根性漫画として知られる。またアニメ化、テレビドラマ化などもされている。名門。 県立西高等学校テニス部に入部した主人公の岡博美が部内のいじめに始まる様々な苦難を乗り越えて一流テニス選手へと成長していく過程を描く。原作漫画は週刊マーガレットの1973年2.3合併号より1975年5号まで連載され一旦完結。その後、アニメ版 第一作の再放送による人気上昇を受けて第二部として再開され、1978年4.5がアッペ号から1980年8号まで連載された。作品中の随所に、1920年代に活躍した日本の往年の名選手、福田正之介による有名なこの一級、絶対無二の一級なりという低級君が織り込まれている。この漫画を通して、 福田の名言もより広く知られるようになった。原作漫画には1970年代当時に活躍していた実在選手たちのエピソードも随所に盛り込まれている。とりわけ、キング夫人、クリス・ウェバーとコート夫人は大きな位置を占める。他にも、ロッド・レイバー、ビョルンボルグ、イボン・ヌグ・ラゴングなど様々な実在選手たちが登場し、 オーストラリアテニス界の黄金時代が終わりに近づいた時代に描かれた作品であることを示している。単行本はマーガレットコミックスから全18巻が刊行された。その後、中高コミックス売り愛蔵版として全4巻が再刊され、大長編を4冊で読めるとあって、版を重ねた。その後、コミック文庫ブームの先駆けとして、中央公論新社よりコミック文庫化、 その後、法務者からもコミック文庫全10巻として、刊行されている。1973年10月5日から1974年3月29日まで、毎日放送制作、ネットテレビ系列で毎週金曜日の19時から19時30分に、放送されたが、視聴率低迷により26話で原作の中盤までを描いて打ち切られた。しかし、 その後の再放送で高視聴率をマークしたことで、1978年10月14日から1979年3月31日まで、新、AS を狙え、というタイトル名で、日本テレビ系列で毎週土曜日の19時30分20時にリメイク放送された。その他に1979年に劇場版新作が、東方系で公開され、 劇場版の続きにあたる OVA、AS を狙え。2、AS を狙え。ファイナルステージが1988年から1990年にかけて発表された。アニメの制作はいずれも、東京ムービー。1973年10月5日から1974年3月29日、毎日放送、ネットテレビ系列で放送。全26話、テレビアニメ版。 第一作の厚生県立成功テニス部一年生の岡博美が新任の宗方コーチに見出され成長する様を描いているが、ラストは博美とお蝶夫人との対決とその決着で終わっており、宗方コーチの死は描かれていない。基本的には原作通りだが、音は強固に原作にはない設定が加えられるなど、一部で出先によるアレンジが施された。 原作第一部の中盤までの内容で終了している。QS とも呼ばれる。スタッフテレビアニメ版第一作の主題歌歌手には数人の候補がいたが、それ以前に同様や前番組のジャングル黒ーで一緒に仕事をしていたミサワザとの強い、勧めにより、大杉久美子が採用された。ED のメロディの一部がテレビ版とレコード版で異なるのは録音後に修正が入ったものの、 テレビ版の差し替えがテレビ放送開始に間に合わなかったためである。挿入歌と ED には森ルミ子が歌うカバー版も存在するが、どちらも TV サイズとされるものしか作られておらず、実際に映像への使用もされなかった。テレビアニメ版、第一作の各アリスト放送局劇場版1973年12月20日、東宝チャンピオン祭り内で第一話を上映した。 上映時間は25分。閉映は、キングコングの逆襲、ウルトラマンタロウモエロ、ウルトラ6兄弟、サムライジャイアンツ、科学忍者隊、ガッチャマン、山ネズミロッキーチャックの5本。ネット配信1978年10月14日から1979年3月31日、日本テレビ系列で放送、全25話、テレビアニメ版。 第2作の構成スタッフテレビアニメ版。第2作の主題歌以下、特に断りのない限り、作詞、竜町子、作曲、編曲、魔界の工事、歌、VIP テレビアニメ版。第2作の格リスト放送局放送日時は1979年2月中旬から3月上旬時点。放送系列は放送当時のものとする。 2019年10月9日より、トムスアニメ55周年公式チャンネルより3話までが配信されている。なおこちらの制作クレジットは、OP は、制作、著作トムスエンタテインメント、アニメーション制作東京ムービー、ED は、制作、著作トムスエンタテインメントに、それぞれ差し替えた。1979年9月8日、公開。 上映時間88分劇場アニメ版の構成スタッフ劇場アニメ版の主題歌 OVA シリーズ VHS 全6巻1988年3月より発売。1話30分、VHS 版は2話または3話収録、LD 版は3話または4話収録で発売された。地上波では日本テレビ、テレビ埼玉、テレビ北海道、山陽放送などで放送された。 OVA 版2の構成スタッフ OVA 版2の主題歌 OVA 版2の作品リスト OVA シリーズ VHS 全6巻1989年11月より発売1話30分 VHS 版は2話または3話収録 LD 版は3話または4話収録で発売された OVA 版ファイナルステージのアニメ版の構成スタッフ OVA 版 ファイナルステージの主題歌をオブ版、ファイナルステージの作品リスト2004年1月15日から3月11日まで、毎週木曜日21時21時54分に、テレビ朝日系の木曜ドラマ枠で放送された。主演は、上戸彩。開局45周年記念ドラマとして、初めて実写版として放送された。広ロ役は、上戸彩が務めた。 テレビ朝日はその前身のネットテレビが毎日放送制作のアニメ版のネット局だったため同局での同作品は30年ぶりの放映となる。また同一スタッフによる少女スポコン漫画のドラマ化としてはこの後アタックナンバーワンを制作。エースの登場人物たちがモブシーンに登場するというお遊びもあった。2004年9月23日には続編としてスペシャル版。 奇跡への挑戦が放送。ストーリーの主体は、OVA、AS を狙え。2とほぼ同じ部分。丸大食品より、2011年9月上旬発売2003年に、大道ドリンクから発売されたドリンク。ラベルには、竜崎玲香の絵とセリフのパロディが使われた。新、AS を狙え。に関する、カテゴリー、AS を狙え。2に関する、カテゴリ AS を狙え、ファイナルステージに関するカテゴリー、ありがとうございます。